さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々元気です。この4月1日新学期より、はい、プロテレビちゃんが私のサポートしていただけるということで、はい、よろしくお願いします。千葉県の皆さん、はじめまして、プロテレビと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私いろんなこと言うと思いますけども、はい、ね、ダメな時はそれは違いますってちゃんと言ってくださいね。はっきりでは言わせていただきます。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、ミシェルさん、はいはい、現役時代、試合の前日に翌日の試合を想像することってよくありましたか？イメージすることあります。僕はね、それがぐっといっちゃうとね、眠れなくなっちゃう。あら、だから余計に違うことをして本読んでたりして眠たくなったら寝るっていうことをしてましたけども、はい、今週はそういうとこから始まるんですか？そうなんです。お察しが良くて。はい、お察しが良くて、はい、今回まずご紹介するのは、会社の理念に想像して想像し最高のご提案を行っています。こちらの企業様です。どうぞ。想像、その言葉は現実には存在しない事柄を心の中に思い描くことという意味を持っている。そして私たちの暮らしの中にも存在する想像という言葉、その多くに挙げられるのが理想の住まい像である。しかし、その願いを叶えた物件と出会うことはたやすくない。そんな状況を打破するため、不動産投資コンシェルジュとして最高の物件の提供を想像し、想像する男がここにいる。株式会社イマジンコーポレーション代表取締役佐藤義久。都心部を中心にお客様の資産形成に沿った物件をサポートするイマジンコーポレーションでは、区分所有のマンション販売・管理を中心にサブリースなど総合的な不動産事業を展開。その行き届いた物件管理の成果は数多くの利用者によって証明され続けている。今回は想像から想像を生み出し続ける佐藤義久をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。イマジンはやっぱり想像ですので、意味が、はい、意味が、はい、で、不動産営業にも、まあ、想像力で作り出す想像力っていうのは、まあ、必ず営業では必要だと私は思ってるんですね。っていうのはお客様一人一人によって、その置けてる環境、始めるご年齢ですとか、まあ、いろいろあると思うんですね。で、その中でお客様にとって最高の提案をするということで、想像し想像して最高のご提案するっていうのとイマジンっていうのが合致したっていうのがあるんですね。まあ、ビートルズのイマジン、ジョン・レノンのイマジンが好きだったというのもあるんですけど、それでいろいろ合体してイマジンコーポレーションというのが由来。なるほどすいません。もうこだわりがもうきっちりねこだわり、こだわりじゃない、思いがあるんですよね。思いが、想像というのがキーワードになってるんですね。そうそう、はい、今イマジンさんが管理されてる件数っていうのはどのくらいなんですか？全部でだいたい300戸ぐらいですね。300戸、はい、ぐらいですね。まあ、それをどんどん今後増やしていくというふうに。それはもう都心にっていうことですか？そうですね、はい、それだけ今でもそのワンルームっていうのが需要も、はい、そうですね、多いんですかね、はい、で都心部となるとやっぱりその厳選されてきますので、はい、やっぱりその都心13区っていうのを目標にしてるんですけども、要するにそれで駅地化、まあ、で賃貸ニーズの高いところっていうのをメインでやっておりますね、うん、そもそも最初に不動産業を始めたのはいつ頃なんですか？不動産業をやったのは、まあ、昭和63年ぐらいですかね。63年、バブルの真っ最中の。あ、そうですね。当時はどういう時代、どういう状況でしたか、不動産業は当時ですか、はい、まあそれこそ平均ワンルームが1億ですとかそんな信じられないような時代です。そんなに跳ね上がるんですか坪単価600万とか、中に1000万超えたりとか、まあいろんなそのものがありましたよね。その時でもそういう上がり方ってまあありがたいんでしょうけど、ちょっと行き過ぎだなっていう。そうですよね、はい、だからまあその後すぐにバブル崩壊になってきましたので、まあ、かなり大変でしたですよね、うん、
そういう時代の流れの中で独立をされたのはいつだったんですか？平成21年の9月にですから、ちょうど8年目に今入ってるところですね。その当時不動産取り巻く状況環境っていうのはいかがだったんでしょう？まあそのリーマンショックの後でしたので、まあ決していい時代ではなかったんですけども、まあいろいろと思いがあって、まあ今後、まあ46歳でもありますし、まあ最後の人生を会社にかけようと、まあそれとやはりお客様にですね、一つ一つでも多くの、一人でも多くのお客さんに巡り会えて、まあやっぱりいいものをどんどん提供していきたいという思いがありましたですね。決して順風満帆とは言えない状況。そんな中でなぜ起業へと踏み切ることができたのだろうか。46歳で起業されるっていうのは、まあ、一般的には割と遅咲きといいますか、遅めだったんじゃないですか。そうですね、まあ、若い経営者たちの、まあ、いっぱいいますので、まあ、それに比べて遅い方かもしれませんけども、まあ、その分、まあ、今までの経験と、まあ、豊富な人脈ですとか、まあ、そういったのを、そうですよね、やっぱり駆使してですね、やはりお客様第一主義というのを、その会社を設立するときに冒頭に置きまして、まあ、お客様の繁栄なくして我が社の繁栄はないというのが、まあ、私のモットーとして起業したんですけども、まあ、そのためにはやはり自分の会社でその物件の提供から管理のあり方ですとか、そういったことを全部やっぱりうちの会社でやっていこうと、そういう思いで設立しましたですね。一番その心の支えになったモチベーションっていうのはどういったところだったんでしょう？モチベーションはやはりお客様に喜んでいただきたいというのがまず第一ですね。お客さんが喜んでいただいて当社も潤いで、入居者にもいい物件が提供できるという、その水と思いでこれを達成しようという思いがやっぱり一番強かったですかね。でも経験も終わりになって、はい、ね、社長が動く、起業するんだったら、そこからじゃあ頼むよっていう話にももちろんつながってきますものね。それは若い人がいきなりもう何かやる、立ち上げるって勢いで来るのとはちょっとわけが違いますからね、やっぱりね、はい、ですからうちの営業スタイルとしても、まあ、ほとんどが紹介営業なんですね。紹介ですか、やっぱね。ですからお客様から口コミでお客さんがどんどん紹介してもらい、それでうちの営業スタイルになってるんですね。ですから未だにその紹介が 100% に近いぐらいの営業手法なんですよ。そうですか。お客様のことを第一に考え営業を行っているイマジンコーポレーションに、取り扱う物件の特徴について話を聞いた。都心13区にこだわり、まあ、駅から近いところ、まあ、当然そのコンパクトマンションですから、まあ、立地が一番だと思うんですよね。やっぱアクセスがいいところで、やはり東京都心部に関してみれば、やっぱりいろんなとこからこう人が来ますので、ですからそういう立地のいいところが一番だと思いますね。で、あとうちは先ほど管理もしてるっていう話しましたけども、その購入いただいたマンションをうちがサブリースという形で借り上げしてるんですね。サブリース、はい、サブリースですから、購入いただいたマンションをうちが借り上げてるんです。イマジンコーポレーションで借り上げて第三者に転換していく。ですからイマジンコーポレーションが家賃を払うと。なるほど。オーナーに対して。あ、なるほど。でうちはそれを転売、転貸ししていく、はいはいはい、イマジンコーポレーションですね、うん、ですのでイマジンコーポレーションとしてみれば、お客様は空室の心配がなく、うん、イマジンとしてみれば空室のなるべく少ないようなものですよね、はい、その目利きを見てご紹介してるというのが一番ですね。これができるためには大変だよね。でもねそれはちょっと気合い入りますよ ね。 そうですね。仕入れる時の一番重要なポイントってどういうところなんですか？やはりそのマンションいろんなグレードがありますから、まあ、その駅から近いというのはもちろんですし、まあ、今その設備の面でもやはりそのセキュリティがしっかりしてるですとか、まあ、あと見た目ですよね。見た目がこうかっこいいか、やっぱりかっこいいかかっこいい悪いかっていうのがありますので、こう見た感じこうなんか住んでみたくなるなみたいな、そういうポイントですとやはり皆さんも住みやすい、住んでみたいと思うのかなと
いうのがポイントですかね。まあ、いろんなこだわりでいろんな部屋がね、一棟一棟違ったりするから、うん、そうですね、もう洋風じゃなきゃもう絶対ダメなんだとか、うん、いやもうちょっと和がいいんだとかって、まあ、どこに時代が流れてるのか、何が時代が求めてるのかってちょっと分かりかねますけどもね。そうですね、うん、そんな佐藤がこだわり抜いた物件の集大成が昨年11月に完成した物件リバプールである。あのイギリスのリバプールの、このリバプールですか。素敵なカタログがね、はい、あるんですけども、ね、いただいてます。特徴はどういったところにあるんでしょう。どうしてリバプールなのかって聞きたいな、ね、はい、あのイマジンコーポレーションが、はい、まあ、その先ほどのあれじゃないですけど、はい、ビートルズのジョン・レノンのイマジンから来てますので、はい、まあ、その発祥の地ということで、発祥の地がリバプールで、リバプールですので、そこから、あ、そこから本当にリバプールなんですか。リバプールなんです。が、まあ、じゃあ社長強いこだわりが、そのビートルズ年代として、ちょっと我々的な、なるほどね。売れないんですね。で、特徴は、はい、特徴は、はい、このワンフロアに3室なんですけども、まず全住戸角部屋という。ああ、なるほどなるほど。でこれもコンパクトマンションですので、まあ、1部屋が30平米ぐらいの、はあはあ、まあ、1LDK の作りにしてるんです、ね、なるほどなるほど。で、まあ、こういうセンターライン入れて、はい、この隣とのこのプライバシーを守ってるということで。あ、そうですね。ですからベランダに出ても隣が見えないよ、あの一枚のペラっていうところでじゃなくて、ね、ちゃんと壁がスコッと入ってるという、はい、ライバシーがかなり確保されてます ね、はい。でここにちょっとこだわったのは、はい、まあ、そのリバプールのちょっとレンガタイル、レンガタイルをちょっとイメージして、あ、なるほど、こういうふうに作ってみたんですけど、今実際お客様の反応っていかがですか。どんな声が届いてますか。あ、こちらに関してですか。はい、これはもうほとんどオーナー様に全部あの完売が終わってますので。あ、そうですか。ですから各オーナーさんが所有されて、それを、うん、まあ、うちが借り上げて賃貸出してるっていう感じですけども、まあ、入居者さんもすごく、入居者さんも喜んで、うん、結構すぐ募集出すと決まったような感じですね。なかなかこのコンパクトタイプでも30平米の 1L っていうのはそうそうありませんので、探しても。お客様の幸せを作るため最適な生活空間を提供し続ける佐藤義久。そんな男が心に刻む格言とは。格言はですね、夢目標は実現するためにある。あ、かっこいいなかなか言えないですよねやはりその夢と目標を持ってないとなかなかこう、まあ、ここでいいだろうみたいな、抑えちゃうみたいな。で夢と目標を持ってれば、まあ、いろんなものの障害がを乗り越えていける原動力になりますので、まあ、それが一番でしょうかね。私の原動力になっていると思います。何かこう社長からエネルギーをいただいたような気がします今日は素敵な話ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。